お疲れ様です。いくいく選挙チャンネル、いくちゃんです。今日も動画始めてまいります。ね、えー、トランプ、ね、前大統領が共和党の指名はもう確実ですね。はい、えー、スーパーチューズデーというやつを制覇して、まあ、14勝ぱ敗というところで、ニッキー・ヘイリーね、えー、対抗のニッキー・ヘイリーは、 撤退、えー、ということで、これでいよいよ、えー、前回と同様、えー、バイデン VS トランプということになりました、ままあ、ましたでいいのかな、まあ、まだちょっとわからないところがあるようですが、えーで、なんかまたもしかしたら大どんでん返しがあって。 えー、この勢いだと普通はトランプさんが行きそうですけどもまたなんかね、裏技出すんでしょうか、<laughs> 民主党は、えーえー、本選が楽しみというか、ちょっとドキドキしますが、はい、そんな状況でありながら、日本は相変わらずですね、のんきに裏金、ねえー、もう小さなお金で毎日毎日、もうね、いい加減にしてもらいたいですね。ままああの誰か言ってましたけど 日本の政治家はの前に、失礼しました、失礼しました、タイトルコールしてません、さよなら自民党、さよなら岸田内閣の53回目、国会答弁に見る大臣の資質と、ちょっとはいえー、固いタイトルですが、あなた、大臣、議員のそんな、ね、資質、資格あるのっていうことがです、ね、連日、ね、国会で見られてますね。 もう本当にね、なんか、あの億っていう金は大きいお金のような気がしますが、まあ、庶民からすれば大きいお金ですが、でも、あの人たちの規模で、それも何年かでしょ、すと10年で何億とかい,いったところで月、月、えー、年に直せば数千万。 ね、あの人たちがまあそれぐらいのお金は扱うでしょっていうことなんだけどそれを、ね、せっせせっせと裏金作りしてるっていうこと自体がねちょっと情けないですね、まあ何のためって言ったらその裏金作って次の選挙、えー、そのためにお金を使ってるっていうことなので要は政策仕事しないで金集めてるっていうことですよもうそれがあからさまになっていてねもうその金を 自民党の方が金が集まるもんだから、野党が悔しくてしょうがないと、そういうふうにしか見えないんですよね、もっとね、本質、もう仕事してほしい、政治してほしいということですが、まあ、こんなことばっかりテレビでやってますんで、国会中継もこれが多いので、まあ、ちょっとね、えー、見ていきますが、小泉隆二法務大臣と、ね、えー、小泉さんがですね、あのこの人、面もいですね。 票をあの金で買ってるって言っちゃったんですよね。これ、すごいことですよね。それも法務大臣ですよ。法務大臣。あ、いけねいけねいけね法務大臣がそんなこと言っていいんですかね。これ、野党も、これ、ね、辞めさせたら、もう、罷免っていうか、もう辞任罷免ものですよね。 法務大臣だって前の,あの、ね、法務大臣とあの広島で会ったことと変わんないですよね、これ。たまたまそのスキームがですね、えー、まあこれ、茂木派、茂木派スキームと、私呼ばせてもらいますが、裏金を作るんですね。それを政治団体を、その他政治団体というところに置き換えれば、もう明細不要ということで。 えー、集めた金は全部そっちに流すとで、あと好きに使えるという、そういう方式を作ってるんですね。それは小泉隆二さんも、えー、新藤さんも、えー、同じことをしているということが、あ野党に暴かれていました、はい、それともう一人暴かれたのが、加藤鮎子こども,子ども、えー、この人はですね え原稿をもうただ読むだけ、原稿を読む人ですが、それもね、ペーパーがね順番間違えたんだか分かんなくなっちゃってね、えー、答弁中、しどろぼどろになってました。で、また、まあ、ここの役所のーペーパーの質が低いというか、もうちょっとましな回答をよこさないと、大臣をね、こういう恥ずかしい目に遭わすので、もうちょっとね、えー、ペーパーの質を上げましょうと。まままたたそれれをね渡されたまんま 読んででる大臣も大臣臣もすけどね、えー、それからですね、えー、先に岸田さん行きましょうか、岸田さんはそういえばね、政倫審、政治倫理審査会とかっていうののトップになって、火の玉となって解決するなのね、言ってましたが、どこが火の玉なんですかね、火消しに走ってるとしか思えませんけどね、まあ、岸田さんは時間ばっかり使うけど、 中身はですね、ほとんど1行か2行で済むようなね、もうもしかしたらイエスのだけで済むような答弁をね、もう長々,長々とね、ほんとねこう、やっぱ政治家っていうのは、あのー、意味のないことを、さもが意味があり、意味ありげに長く話すっていうことができることが、政治家の資質なんでしょうかね、もう岸田さん見てるとそう思えますね。でそのの中でで、まあ、ちょっと前の話ですが、えー 県民主党をから出たあ松原仁さんは外務省の、えー、を追及していました、鋭く、これちょっと前ですね、1、2か月前のことですが、中国に、ね、行くと、すぐ、あのー、拘束されたりするのだから、もうちょっとその危険なその情報を指定する。 その中国行くと危ないですよって、いうそういう情報を出さなくていいのかと、ごく当たり前のことを述べられていました、それと、有村春子さん、これ、今回の裏金の本質だと思いますが、パー券を外国人に販売していることを追及していました、これはね、岸田さんに追及したんですが、岸田さんもこれをえ正すのかどうか、曖昧なノートでも取れるような返事しかしていません、それはそうですよね、岸田さんはずいぶん外国人にパー券買ってもらってますからね。 ねえー、外国勢力から、あ外国人からお、えー、献金を受けたらいけないと、献金を受けて焼肉屋のおばちゃんからお金もらっただけでね、かつては辞めた、ねえー、大臣もいましたが、責任取った大臣もいましたが、パーケンは裏金はいいという、ね、そういう抜け道を作ってるということですよね。えー、これは、ラ村ル子さんと、あと共産党の田村さんも指摘してましたね。はいということで、 私的にはですね、今回、この評価はですね、えー、松原さん、有村さんを除いて、皆さんです、はい、特にですね、そうだな、今回の答弁で、私、リンク貼りますけど、小泉さんと、それから加藤さんはね、これ、あのショートになってますんで、見ると面白いですよ、本当にひどいから。それと、新藤さんもですね、えー、蓮舫さんにね、逆ギレしてまして。 普通は相手のことを委員,委員ご指摘には当たりませんって言うんですけど、あなたのって、あなた呼ばわりしちゃってますから、もう完全に感情が表に出ちゃっていて、えー、小泉さんと、特に新藤さんね、えー、ちょっとこれ国会答弁なんでしょうかという感じがしました。はい。それとですね、まあ国会答弁ではないのですが、まあ最近の事件、えー、を見てみると、 まあ小,泉小泉じゃない、小池都知事が、まあ、あの東京15区の補選に出る、出ないと言われていますが、まあ、この人ですね、まああ、都知事に立候補した時の公約の実現はもうゼロです、えー。満員電車ゼロ、電車を2階建てにするとか、電柱ゼロ、花粉症ゼロ、犬殺処分ゼロとか、もういろいろ言ってましたが。 ほぼどれも取り組んだ様子、えー、様子見えません、えー、何もしてません、て頼まれもしないですね太陽光パネル、新築の場合義務化であるとか、それからあのコロナの頃の時の防護服だの、マスクだのっていうのを、東京都の在庫をですね、えー、二階幹事長に言われて、そのまま中国にあげちゃったっていうね、はい、あとはですね、自分で好き勝手になんだか外国行って、 えー、なんで東京都知事がそんなに外国に行く必要があるのか分かりませんが、もう好き勝手お金を使っている、それと最近ではあの東京都庁にプロジェクションマッピングをして、それに十何億使ったと、まああの、実際にはあんなの数千万でできるんではないかと言われていますね、そのじゃあ残りの十何億、どこ行ったんですかってことなんですね。まあ、そういうこと、誰か暴かないんですかね、東京都もね。 それからですよ、私も取り上げましたが、広瀬恵美参議院議員が赤弁通で歌舞伎町のラブホーに乗り付けて不倫してましたと、でえーまあ、なんか会見はしましたが、謝罪はしてましたが、数分のね、えー、どうもやめないみたいですと、でえー、とばっちりを受けて、松川るいさんの、あのーね、一緒に、ね、パリ遊んでいたことを思い出されますし、大、え、体、ー、いいこの人たちは議員にな何のためになってるんですかね。 もうな,なんかこう、自分の虚栄心をめ満たすためになっているうんとしか思えませんよね。で、その中で、日本保守党の飯山あかりさんが、東京1三区じゃない、十5区です、失礼しました、失礼しました、ここはね、えー、15区、十五区に立候補表明されました。はいで こういう方がですね、えーまあ、何も実績ありませんよ、あのあのね、立候補の表明、記者会見を一回しただけですが、ちょっとこのただ住まいがこれまでの政治家さんと違っていまして、えー、やっぱり新しい勢力に期待せざるを得ない、それは参政党の時もそうでありましたし、私、N 党にも期待もしてました。とにかく既存の政党 えーまあ、あれですよ、あのー、世襲議員と、あのー、官僚、役人がこう、ね、地元に戻って立候補するっていうスタイルをそろそろやめて、えー、新しい本当に能力のある人があ、ね、政治家になるべき、それを我々、えー、不動票と呼ばれた層がもう不,動不動ではないと、富裕層富裕層じゃないよ。 あのー、もうね、あの選挙に行かなかったような人たち、それから毎回どこに入れるか困ってる人たちが、ですね我々がこうネットで結束して、新しい人たちを評価、当選させてで、えー、そこからほっぽらかさないと、また悪いことをやっていたら、仕事してなかったら指摘する、批判する、で次の選挙には入れないとか、もうそういうことをしていかないと、もうね、だ この国はね、もうどうにもならないですよね。あれ、ちょっと原稿間違ってるけど、大丈夫俺。<laughs> あ、これです、これです、えー。もう一ついきます、もう一つ。はい、これです、これです。ということで、私の評価は、上の3人はバツもうね、バツどころじゃないです。全く話にならないと。で、飯山あ,あかりさんに期待したいと思います。 大体、本来はあの大臣なんて、例えば法律に詳しいとか、それまでずっと研究をしてきたであるとか、ね、子ども、その少子化っていうことにずっと取り組んできた、もっと詳しい人がなるべきであって、やっぱりこうあの派閥の,その人事、顔、えーね、が利くとか、効かないとか、そんなことだけで、えー、法務大臣になっちゃう。 もうこの人も最後のなんかご方向らしいんですよね。えー、まあ、まあんまり法務大臣も人気がないらしくて、<laughs> お金の匂いあんましませんからね、それで最後にしてもらったと、それと、加藤さんはあれですよ、あのもう、ね、サラブレッドですからね、山形の、あのー、加藤の乱の加藤さんですよ、の娘さんですから、それにね、あのちょっとお綺麗ですからね。 そういうことで、えー、今、議員をしているだけということですよ。だから,だから本来は、この人たちは、少なくともこの2人は議員なんかなっちゃいけない人なんですよね。何にもない人なんですよね、地元に担がれて、東大で出てた官僚だったから、それからね、世、え、襲、ー、お父さんの名前、まあ、名前、あのカバンカバンと看板があるから、あまあ、そのまんま地盤引き継いでやってくださいっていうだけの人ですよね。だかからいかに 日本のそれと勘違いしてならないのは今回厳しく指摘しているう野党の議員があの頼もしく見えますが、えー、それはちょっとね指摘するその論客的なことを論破することが政治家の仕事ではなくて えー、彼らにね、以前やらせてみたら全くダメだったっていう悪夢の民主党政権というのがありましたので、ここまで自民党がひどくても、まだ追及している野党よりましと、野党は預けてもな、えー民主、民主系ね、旧民主系は何もできなかったということなんですよね。だから、多分ね、根本的に今、国会にいる人たちのほとんどが、まあ、百田さんに言わせると、9割はクズって言ってましたけど、 まあそういうことなんですよね。だからそれを変えていけるのは我々国民であって、特に今まで選挙に行っていない人たちが、こう、もの申すようにならないと、何も世の中が変わんないということですよね。まあ、はい。ええー、とにかくね、こんな、ええー、ね、あの、この人ですよ、この人。おおね、加藤あゆ子さんなんかが、 大にになるぐららいいいだっった有有有村村ささんんんすすればいいんででよ有村さんの方がよのぽど有能ですよもう、間違ってる、もうで、小泉さんも、新藤さんも、なんやめて、もう、新藤さんもね、y 遊び好きみたいですけど、えー、有村さんとね、松原さんが、もう大臣になった方が、私はよっぽどいいと思いますけどね、もう、本当にね、もういい加減にしてほしいですよね。はい、ということでございまして、 次の選挙、もう知事選でも、えー、衆院選、えー、解散があるかもしれないと言われております。私ね、えー、江東区ではございませんので、投票に行けないのは残念ですが、もしね、解散になれば、ああ、ね、いいなぁと、はい、考えております。はい、皆さんもですね、面倒だから行かないと言っているようなお友達、ね、お子さん、お孫さんがいらっしゃったら、えー、ね、選挙に行かないっていうことは政策一任するんだよと。 いつね消費税100%にされても所得税100%にされても知らないよっていうことですからね。はい。えー、皆さん選挙行きましょう。1967年、えー、当時は74%の投票率、これ衆院選ね。えー、で、前回の衆院選は56%しかありませんでした。ね。一部の、えーえー、団体、えー、に日本を任せていいんですかとあの。我々が納めた税金勝手に使われていいんですかと。 いうことですよあの本当、あなたの一票が日本を変えます、よーくお考えになって、えー、投票をして、えー、投票しなさいと、はい、皆さんから皆さんからですよ、皆さんからあね、周りの方に、えー、ぜひね、行くように、えー、進めてください、そしてですねついでにですね衆院選の場合は、最高裁のもう裁判官も全員、バッテンつけてください。もうね えー、この人たちもですね、全く世の中の動向、今どうなってるか分かってない人たちですので、この人たちも全員罰、はいということで、お願いします。はい、えー、きょおも最後までご覧いただき、ありがとうございます。はい、えーね、ね、国会中継もですね、最近は、こう、ショートにカットしてあげてくださる方がいてね、大変、あのー、コンパクトに見れるようになってますので、面白いところをね、はいえー、ぜひね、 そういうところをちょっとリンク貼っときますのでご覧になってください。はい。ありがとうございます。失礼します。